そう、今日シュタンプがさ、新しくおハマるっていうのが出たんですよ。だから新しくその、よいちょまる、あざまる水産に続くまるが出ました。まあ早速使ってるんですけど、即買いして使ってます。中ちゃんのやつでしょ。みんなはどのシュータンプを使ってますか？大富豪で上がってスタンプ使ってましたね。なんか本当に結構私大富豪強いイメージあると思うんですけど、全然そんなことなくて、運が良かったりとかすると強いですけど、普通にカードが弱い時は負けるので、まあ勝っても負けてもまたやればいいやと思います。綺麗な方ですね。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。嬉しいな。ショールームでぜひその私を初めて知った人はマジで一回実物に会いに来て。今はちょっと無理かもしれないけど。なりすまし券使ってますか？たまに。ゴールデンメタタイムは絶対使ってやってるかな。普段普通にやってる時はあんまり使わないかも。使う時もあります。今日ちょっとアイシャドウ変えたんです。ピンク系にしたんですよ。すごくない？涙袋がすごいぷっくり見えますよね。すごくない？実物を先に見てハマりました。本当に？ありがとう。嬉しいな。いや、実物見てほしいです。多分なんて言うんだろう、多分思った以上に背が高いし、びっくりするんじゃないかな。ミヤマル実物見たら失神します。絶対嘘。失神は持ってるでしょ。失神くらい、失神するくらいの気持ちってことだよね。みやまるに会うと元気もらえる。ありがとう。それは私も嬉しい。実物は緊張する。そうそう。でも私よく言われたよ。最近は減りましたけど、なんか握手行く時にすごい緊張しますっていう人すごいいて、なんでなんですかね、不思議です。でもだんだんその誤解というか、意外に普通に喋る人だよっていうのをみんな知ってくれてからは、結構握手会に来てくれる人が増えて嬉しいです。初めて見たらたまらん大好きになりました ありがとう。いや、会えないんですけどね、今は会えないけど好きでいてください。1年近く会ってない。嘘。もうそんななんですか。いや、顔は覚えてますよ、ちゃんとみんなの。マジでちゃんと覚えてる、みんなの顔とか。
懐かしい握手会でさ、なんか来てくれる方が増えるといいなって思った。なんかその緊張するっていうのがすごい私の中で、なんかどうやったら改善できるのかなって思ってて、その改善法として来る時の話題を私からみんなに提供しようと思って、もう場面で今日は何々しましょう、こうやって話しかけてくださいとかやってた時期がありました。でなんか手の大きさを比べましょうって書いた時があって、それ懐かしいですね。意外にでかいでしょ。懐かしい。最近あんまやってないな。まず握手会自体やってないですね。懐かしい懐かしい。握手会なのにあっち向いてホイしようとか言ってさ、懐かしい。やってました。そうやってたんです。全然ね、やってって言われたら割と何でもしますよ。歌ってとか言われたことある。やば、握手会なのにあっち向いてほいはやばいな。まあ別に普通に握手します。楽しいですきっと。歌ってってお願いしたら歌ってもらえるの？マジでワンフレーズだけならいいよ。ポリポリワンフレーズだけなら知らない曲だったらごめんなさい。でも最近は直接触れないからモニター越しなのよ。するとさ、時差が生まれるわけなんですよ。だから難しいなって。思います。むずくない？あれまだ慣れなかったな私。初めてこの前何ヶ月か前にやりましたけど、握手会って当たり前じゃなかったんだなって思う。確かに。いや私はもう全部が全部当たり前ではないなと思いましたよ。劇場に立てることもそうですし、衣装を着ること、マイクを持つこと、えなんかもう何もかもできなくて本当に当たり前じゃないなと思いました。何なんですかね当たり前って。当たり前なんてことはないのに当たり前っていう言葉が存在するんですよ。不思議ですね。当たり前体操じゃじゃん。なんだっけ、右足出して左足出すと歩ける、なんだっけ、あとは覚えてないな。歩けますよ右足と左足出したら。懐かしい、めっちゃ懐かしい。学校で流行りましたね。みんなやってたそれ。そういえば昨日インスタのストーリーにプリクラ載せたの。プラシウムとルート撮ったやつ載せたんですけど、あそこに推しは何だっけ、推しは押せる時に押せみたいなスタンプの落書きがあって、みんなさすごい想像豊かですね。
DM でね、なんか卒業するのみたいな。いやしないよと思って、ただのそういう落書きですから。いや押してほしいのは事実ですけど、そんなことを考える人はもういるんだなと思って、なんかごめんってなった。マジごめんってなった。でなんか今日そのプリクラをね、私なんか300円くらい買いになんないと、払って買いにならないと全部6枚くらい撮るんですけど、プリクラって6枚全部携帯に保存できなくて1枚ぐらいしかできないのよ。買いにならないと1枚ぐらいしかできないんですけど、今日ねなんと倉島が保存して送ってくれました。なので、一応全部あるんですよプリクラ。でもなんか別にどこかに載せようかなとか思ってなくて、なんかプリクラってみんなやっぱさ、なんていうの、撮らない人が多いのかな。女子高生とかじゃない限り撮る方多分少ないじゃないですか。だからさ、なんか載せたら載せたでなんか目が大きくて気持ち悪いとか言われちゃうから、載せないでおこうと思って。いや匂わせてないよ、私はそういうスタンプだと思って載せただけなのに、みんなが想像豊かなだけだと思う。でもよく見てくれてるので、あれ嬉しいですよ、ありがとう。あ、でもびっくりしたのが、今のプリクラって全身写真ないんですね。多分あるやつはあるんですけど、なかったの、私が撮ったやつ。宮丸大富豪頑張ってるね、ありがとうございます。あと2分でゴールデンベッドタイムなので、ぜひ私のカードをセットしてやってください。よろしゅう。プリクラはすごいですね。私も全然めったに撮んないですけど楽しかったです。何枚か撮って、なんか漏れた写真と漏れてない写真選べて、どっちにするみたいな、すごかった。今日みよまるの声充電オンに設定した。何それ面白い。アラーム的な、おはようって、起きろー。面白い。面白いですね。アップグレードしたら充電した時音設定できる。え、何それ、知らない、面白い。てかあと1分や、じゃあそろそろ終わろうかなと思うんですけど、この後大富豪ぜひ一緒に頑張りましょう、よろしくお願いします。はい、では終わります。みんな見てくれてありがとうございました。またすると思います、ショールーム。ありがとう。この後大富豪で会いましょう。バイバーイ。またねー。